どうも野永です。よろしくお願いします。こちらのチャンネルでは作曲した楽曲の公開や、サックスの演奏動画、それから最近は和声法のお勉強に関する動画を上げたりしております。よければチャンネル登録お願いします。ということで今日は何をするかというと雑談をします。雑談をします。空前の野永ブームというも、おっしゃー、生え倒した。空前の野永ブームとも呼ばれる昨今、やっぱり野永のことがもっと知りたい、気になるという方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういった全国の野永の皆さんへの期待にお応えするとともに、やっぱり自分のことをもっと知ってもらって、親しみを持って見てもらえればいいかなと思ってこういう動画を撮っておりますっていうのと、最後に1個、ご報告したいことがありますので、ぜひ見てみてください。というわけで、まずは野永って何者なんというお話なんですけど、軽くプロフィールを紹介しておきますと、出身は九州で、それから、演奏動画でサックスをの演奏動画をやってますけど、サックスを中学入った時から始めて、吹奏楽部に入って大学まで吹奏楽部を続けて、楽器をやっております。で、趣味はアニメとかゲーム、それから今日の朝ごはんは鶏の蒸し焼きにしたやつ、足のサイズは 27.5、 好きな色は白、好きな指は薬指、あと何言えばいいかな、これは気になりますよね、好きなひらがな、みです。めっちゃ可愛くないですか、み。そんなとこでしょうか。で、今何してんのって話なんですけど、大学通ってる途中で、ちょっと音楽関係の道に行きたいなと思うようになりまして、具体的に言うと吹奏楽だったりサックスの指導をするような、そういったレッスンプロ的な感じで音楽の方面に行きたいなというふうに考えるようになりました。で、現在音大の受験に向けていろいろやってるところでございます。いやいや、実際そういう仕事ってやっていけんのって皆さん思うと思うんですけど、安心してください、その感覚は正しいです。実際どうなるか分かんないですね。全然仕事なくて稼げなくて死ぬかもしれないし、なんかの拍子にうまくいって、まともに生活をしてるかもしれないし、あるいは、全然関係ない仕事をしてるかもしれないし、わかんないですけど、そういったことを本業の傍らとかでですね、やっていけたらなと思っております。で、最後にって言ったけどここで言っちゃうか、さっき言ってた報告というやつなんですけど、私今週末の日曜日にですね、実力診断というものを受けてこようと思います。何かわかんないですよね。僕が行こうと思ってる音楽大学で開催していて、試験の内容そのまま受けられて、その評価が後日返ってきて、成績次第では受験の成績にそのままできるというものがあります。それを受けてこようと思っています。何を隠そう、私レッスンとかに通った経験が一切なくて、1回だけ単発で受けたことがあるんですけど、それぐらいで、周りの受験生のレベルとか全然分かってないので、ちょっとこの実力診断でどんなもんかいというのを見てこようかなと思っております。また結果が返ってきたらそちらもご報告をしようと思いますので、ぜひご覧ください。よし、もうここからは適当に喋ろう。興味ない方はさよなら。ここまで見てくれてる人もいるかわかんないけど、最近上げてる和声法とかの動画でちょいちょいオープンにしてますけど、アニメとかゲームを結構僕は好きな方で、アニメかなり見るんですよ。今見てるのはスクールランブルっていうやつを見てるんですけど、いやー、いいですね。2004年のアニメかな、僕は好きな感じですね。個人的にアニメソングのピークって2003年前後ぐらいだと思ってて、今日たまたまツイッターでそのこと言ったんですけど、新アニメが増えてきて、今みたいなアニメらしさとかアニソンらしさみたいなのがだんだん確立していったのがそのぐらいの年代だと思うんですよ。で、その年代の音楽ってまだアニメと、まだ音楽アニメソングの癒着が弱くて、アニソンってこういう音楽だよねみたいなイメージがまだ固まってない頃っていうこともあって、アニメファンに媚びない音楽というか、そういうのがすごくいいなと思ってます。で、アニメも今ほど多くはなかったはずなので、その分もあってか、結構品質がいい曲が多いなというふうに感じてますね。ということで、私は2003年前後のアニソンがかなり好きです。言ってしまうと結構僕解雇中なところがあるので、古いものが好きなので、ちょっと偏りが、偏見がありますけど。で、推しのアニメとかはですね、ちょっと好きなのはいっぱいあるんで何とも決めがたいんですけど、おすすめしたいのというと、やっぱりこう日本人、我々世代の日本人はやっぱり見ておくべきだろうと思うのは、おじゃ魔女ドレミ、それから、カードキャプターさくら、これは見ておいた方がいいですね。もうだいぶこう意地で言ってるところありますけど、見たことないのかお前っつって、その辺がおもろいっていうのはもうみんな分かってることなんで、
分かってるよな、まあ、何を基準におすすめするかっていうのは難しいですよね。このジャンルだったらこれがおもろいとか、こういうの好きな人だったらこれ好きだと思うよみたいなおすすめの仕方はできますけど、まあ、万人に勧めるものとしてはやっぱりこうみんな楽しめる、まあ、誰でが見ても入りやすいっていうのを一個大事な基準で選ぶとして、タマユラっていうアニメがあります。タマユラかなりおすすめです。ハートフル青春コメディみたいな、感じですかね、まあ、コメディ要素はそんなに強くないけども、もうアニメ見てると涙腺が緩くなっちゃうんで前は泣いてましたね、見た時は。いやーこらいいこらいいつって、マオンタンが可愛いですね。でゲームはですね、僕結構年の離れた兄姉がいて、あのスーファミがうちにあったんですよね。でスーファミやって育ちました。僕はボンバーマンと星のカービィをやって育ちました。星のカービィのシリーズのゲームは結構やってますね。あとはゲームって何やったかな、僕の夏休みとかやったな。あとは Wii が出てからスマブラとか、それからスマホを手に入れてからは高3でスマホ手に入れたんですけどね、なんだろう、アイドルマスターシリーズのゲームとかを入れたり、あと見たことあるアニメに関するゲームは大体一通り一遍入れたみたいなところありますね。でそれからですね、あんまり大きな声では言えないんですけど、美少女ゲームと呼ばれるのをまあまあやってます。ああいうのはですね、なんかいかがわしいものだと思ってらっしゃる方が多いですけど、まあ思ってもらっていいんですけど、ちょっと飛ばしすぎかこの話題は後々に取っとくかということで、いろいろ喋りたかったですけど、結局アニメやゲームの話だけになってしまいました。とりあえず今日はアニメやゲームが好きだということが分かってもらえれば大丈夫です。というわけでまたお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。